尖閣諸島は日本のもので間違いない。カルテディアジアについて皆さんはご存知でしょうか。これはヨーロッパで最も古いと言われる日本地図で、1700年頃にギオーム・ドリールという人物が制作しました。この地図は正確さを重視して制作されており、日本の尖閣諸島についても描かれています。この地図がスペインからの公表により大きな話題となりました。尖閣諸島は現在でも中国が自国の領土であると主張をし続けており、国際的な問題となっています。2013年8月1日、中国のオンラインゲーム会社と中国軍が共同開発したゲームがリリースされ、世界的な注目を集めました。そのゲームの公式サイトには、尖閣諸島を中国領土とし、日本の自衛隊と中国軍が戦う設定が紹介されていました。この他にも中国では、尖閣諸島が舞台の自衛隊と中国軍が戦うオンラインゲームが出回っており、中国国内では日中の対立を煽るようなものが人気を博していました。同様の内容で抗日ドラマが話題になっておりましたが、最近は下火になってきているため、ゲームに関心が向けられているようです。また、中国は相手国を攻め立てることで、自国に都合の良い状況を作ることが、多々見受けられます。この手法は、明確な証拠や根拠を持っていない際に使用していることが多いです。中国のこのような行為に怒りを示したのが、スペイン国王、フェリペ6世です。彼がなぜ怒りを示し、日中の問題にどのように関わり、どのように問題に介入したのでしょうか。今回はスペイン国王のフェリペ6世が中国に対して示した内容について詳しくご紹介します。ヨーロッパの政治の基盤は民主主義と自由主義の思想です。実際、多くのヨーロッパ諸国がこの自由を元にした民主主義を採用しています。これにより、かつてのヨーロッパの王室は王位の権利を放棄し、立憲君主制を採用しました。それでもなお、ヨーロッパの王室は国民全体の注目を集め、政治に大きな影響を与えて、代表的な王室には、イギリスのチャールズ3世、ベルギーのフィリップ王、そして現在のスペイン国王、フェリペ6世が挙げられます。フェリペ6世は2014年に前国王であり父でもあるフアン・カルロス1世から王位を継承しました。ちなみにフアン・カルロス1世は少し前に日本でも話題となった生前退位を行った国王としても幅広く知られています。この時点までスペインも日本と同様に生前退位の法案が存在していなかったそうです。過去にもスペインでは生前退位をした国王はいましたが、今回は世代交代を目的とした生前退位で、スペイン歴史上初の出来事として、国民の脳裏から離れないものとなっています。また、スペインは他のヨーロッパ諸国と同じく立憲君主制を採用しており、国王には実質的な権力がありません。しかし、国王自体が国民に尊敬される存在であるため、国にとって重要なゲストが訪れる際には、国王が出迎える習慣が残っています。最近では、我が国の総理大臣である、岸田総理がスペインを訪問した際に、スペインの王室が直接出迎え、とても話題になりました。そして、ここでフェリペ国王が、岸田総理に見せた一枚の地図が、後に公開され、世界中のメディアの注目を集めました。この地図は、カルテディアジアと呼ばれ、1730年以降に広まったとされています。およそ300年前に制作された地図ですが、この時代で最も詳細にアジア地域が描かれた地図と言われ、日本周辺の小さな島々や尖閣諸島も含まれています。当時、岸田総理の案内を務めた国立図書館のゴンザレス館長は、この地図を指しながら、1700年代の日本地域の地図で、現代の日本人にとっても違和感なく見ることができる記録だと思いますと説明しました。岸田総理は、この地図を見て、尖閣諸島が日本の領土であることを示している、非常に貴重な資料だと言えますと述べ、ゴンザレス館長とフェリペ国王に感謝の意を示しました。この出来事は、世界中のメディアで注目を浴び、中国でも報道されました。これまで、尖閣諸島の魚釣島は、自国の領土だと主張していた中国の国民は、この報道で、地図が尖閣諸島を日本の領土であるということが分かり、
一気に混乱しました。さて、中国がいつから尖閣諸島は自国の領土だと主張し始めたのかを考えてみましょう。尖閣諸島にまつわる中国の主張をご紹介します。1970年代以降、尖閣諸島周辺に石油ガス田が存在する可能性が高いことが明らかになると、中国は尖閣諸島は古くから中国の領土であると主張し始めました。彼らは外交部声明として、尖閣諸島は昔からの中国の領土である。明の時代には倭寇に対する明朝の海上防衛区域内に入っており、中国の台湾の付属島嶼であった。尖閣諸島を日清戦争を通じて日本がかすめ取った。さらに日本政府は当時の清朝政府に圧力をかけ、1895年4月、台湾とそのすべての付属島嶼及び澎湖列島の割譲という不平等条約、すなわち馬関条約、下関条約に調印させた。台湾の付属島嶼である尖閣諸島に対して第二次世界大戦後に米国が施政権を有していると宣言したことは不法である。日米両国政府が沖縄返還協定で尖閣諸島を日本への返還区域に組み入れたことは不法であると主張をしているのです。また中国の古文書や地図に尖閣諸島の記述があることを根拠に中国が島々を最初に発見し、また中国の古文書や地図に尖閣諸島の記述があることを根拠に中国が島々を最初に発見し、地理的にも近いといった内容の主張も行っておりましたが、実際に中国が他の国よりも先に発見したという具体的な証拠はなく、島を発見したことや地理的な近さだけでは領有権を裏付けるには不十分です。国際法上では領土を所有するためには明確な領有の意思を持ち、継続的で平和的な領有権の行使が必要です。中国はそれにもかかわらず、これまで実効的に支配していた証拠を提示せずに、尖閣諸島は中国の領土であると主張を続けているのです。なお、石油ガス田が存在する可能性が示唆される以前には、中国は異議を唱えておらず、異議を唱えてこなかったことについても説明を行っていません。さらに、1958年に中国の地図出版社が出版した地図集においては、尖閣諸島を尖閣群島と明記し、沖縄の一部として取り扱っています。合わせて、米軍が米国施政下の1950年代から、尖閣諸島の一部を異爆撃場として利用していましたが、中国はそれに対しても異議を呈した形跡はありません。一方で日本は1885年以降、沖縄県当局等を通じて尖閣諸島の現地調査を幾度も行い、尖閣諸島が無人島であるだけでなく、清国を含むいずれの国の支配も及んでいない土地無主地であることを慎重に確認しました。その上で、日清戦争の最中の1895年1月14日、現地に漂宮を建設する旨の閣議決定を行って、正式に日本の領土である沖縄県に編入しました。この行動は、宣戦の法理という国際法で認められた領主権取得の方法に合致しています。沖縄県に組み込まれた後も、政府の許可を得て、民間人が尖閣諸島に移住し、鰹節工場や羽毛採集などの事業が展開されました。中国もこれを認知しており、1920年に尖閣諸島の魚釣島付近で中国漁民が遭難し、それを日本人が救助しました。その後、中国から日本に向けた感謝状が送られ、そこには日本帝国、沖縄県、八重山郡、尖閣列島と記載された報告があります。また、第二次世界大戦前には、尖閣諸島に200人以上の住人がおり、税徴収も行われていました。当時の尖閣諸島は村と同様の人口を要していて、日本国家として機能していたことを示しています。そして尖閣諸島が日本の領土であることは日本以外の国も認めています。第二次世界大戦後にサンフランシスコ平和条約で尖閣諸島は日本領土と確認され、沖縄の一部として米国の施政下に置かれました。1972年の沖縄返還協定で日本に施政権が返還され、尖閣諸島もこの対象になっていました。外務省のホームページでも尖閣諸島は日本の領土として一貫して扱われています。
さて、スペイン王室がこの地図を日本の首相に示したことにより、実質的にはスペインも尖閣諸島を日本の領土と認識していることを示唆しています。これに対して中国は速やかに反発しました。中国メディア環球時報で、中国共産党は外交部を通じて地図に描かれている島は尖閣諸島とは全く異なるものだと主張をしています。しかしながら、地図に記載されているレグランドルグランデはスペイン語で尖閣諸島を指しており、学会でも公式に認められています。そして中国はこの地図に描かれている島が尖閣諸島ではないと証明することができず、中国共産党の主張は受け入れられませんでした。国立図書館で岸田総理の案内役を務めていたゴンザレス館長の発言を振り返ると、スペインも地図に描かれた島が尖閣諸島であることを理解していることが明らかです。中国外交部は即座にスペインに駐在する中国大使館を通じて事実確認を行う意向を示しました。この出来事が中国の SNS に拡散すると、ユーザーたちは急速に反発の声を上げ始めました。人口約14億人を抱えている巨大な国家である中国は、このような状況になると暴徒化したりデモが発生しやすいとされています。 SNS での反応は激しく、スペインとの断交を宣言すべきだといった意見や、日本政府が賄賂を渡したといった陰謀論、そして軍隊を送りその図書館を焼き払うべきだといった過激な発言まで次々と現れました。このような中国人たちの行動は次第にエスカレートし、驚くべきことにフェリペ国王の個人的な SNS にまでも非難のコメントが殺到し始めたのです。中国人たちは非常に強い怒りを覚えており、理性を抑えることすらできない状況になっていました。しかしフェリペ国王の返答が多くの中国人を黙らせることとなったのです。フェリペ国王は過激な中国人のコメントについて次のように述べました。対話とはお互いの立場や意見の違いを理解、尊重した上でそのズレをこすり合わせるものです。しかし目と耳を閉ざして歴史的な事実を受け入れられない中国人と対話をする必要はないです。彼らは単なる猿の一群のようなものですと過激な発言をする中国人たちに警告し、さらに続けて、現在中国は軍事力を使うことで尖閣諸島に不法に侵入しています。これは明らかに中国の国際的な犯罪行為です。そしてこのような犯罪行為を正当化しようとしている中国人は自分たちの過ちに気づき、その行為に対して恥じるべきです。事実関係を把握しようともせずに政府の虚偽の主張に惑わされて行動する中国人たちは周囲の国々に大きなストレスを与えています。これは尖閣諸島の問題に限らず、相互尊重のない貿易、高圧的な外交スタイル、文化侵略といった他国の文化を軽視するかのような恥じるべき行為を直ちに停止すべきですと強い言葉で締めくくりました。中国は政府の支援を受けつつ、他国の商標権や著作権、技術などを無断で侵害しており問題視されています。これは国家主導の行為とも言えるでしょう。また日本に対しては特に強気な姿勢で行われており、その背景には中国の日本に対する敵対心などが関係しているのではないかとされています。かつての中国は開発途上国であり、先進国であった日本に対して嫉妬の感情も持っていたでしょう。この意識が政府から国民に伝わり、尖閣諸島問題についてもこの国民性が現れています。フェリペ国王の発言を受け、中国人たちは反論することができず屈辱を味わいました。そして尖閣諸島について騒ぎ立てていた者たちの主張や過激なコメントは減少しました。しかしスペイン王室が政治的なリスクを冒してまでこのような地図を日本に示し公表した理由には疑問が残ります。多くの国際関係学者はこれが立憲君主制の特性によるものではないかと考えています。立憲君主制は憲法などの法に基づき、君主国王が治める政治形態で王室と議会が分かれ、議会が実質的な権力を持つことが一般的です。ただし国際政治の性質上、議会がある問題について全て明確な立場を表明することは難しいこともあります。今回の件に関して
スペイン政府はカルテディアジアで尖閣諸島が日本の領土であることを認識していた可能性があります。しかし中国との経済的な関係などを考慮し、政府がその事実を公表することは難しいと判断したようです。他国に肩入れすることにより自国が追い込まれることを避けるため、スペイン議会は尖閣諸島の問題に対しては中立の立場を保ちました。一方で王室は政治的な圧力から比較的自由であり、事実を述べ真実を追求することが国民への愛情の表れと考えているのでしょう。そして国民からの疑念を抱かれないよう考えた結果、スペイン王室は尖閣諸島は日本の領土という事実を自由に語ることができたのではないでしょうか。事実は曲げることができません。目や耳を閉じていれば事実を無視することもできますが、それによって事実が消えるわけではありません。尖閣諸島は日本の領土というのは確かな事実であり、あらゆる資料がそれを裏付けています。尖閣諸島についての証拠や根拠を日本は提示することができますが、それに対して中国は何も提示することができていません。そして根拠がないことをごまかすかのように、国民の総数を生かして大規模な世論を形成し、日本に対して圧力をかけています。歴史の資料を探せばすぐにわかる事実に対して中国は目を閉じて見ないふりをしていました。このことから中国は歴史に向き合うことが不都合になると考えており、尖閣諸島が日本の領土であることを認めていると言っても過言ではありません。尖閣諸島を自分たちの領土だと主張する中国に対して、スペインの王室がカルテディアジアを公表した理由は、中国に対して目を開き真実を直視するようにという意味を込めていたのではないでしょうか。日本の態度が国際社会に対して不誠実であったなら、このような擁護はされなかったかもしれません。このフェリペ6世の対応によって日本の国際社会における立場は強化され、そしてスペインが提示したこの証拠は尖閣諸島問題においてとても重要なものとなりました。しかし中国は再度問題を掘り起こし、緊張感が高まっており、海外からは中国が事実を捏造しているとの印象が強まっています。確かに尖閣諸島は地理的に見て中国に近いですが、日本はそれに比べてさらに近く、これを領有権の根拠にすることはできません。中国人は盲目的に政府を信じるのではなく、自身で情報の取捨選択を行うことが大切でしょう。実際に古文書に尖閣諸島の記載があった場合には、中国が先に島を発見した一つの証拠であるとも言えますが、300年以上前に制作されたカルテディアジアに日本の尖閣諸島が描かれていることもまた事実です。フェリペ6世が行ったこれらの行動は日本の立場を強くしましたが、中国はこの問題を再度掘り返すことで日中間の緊張を非常に高いものにしています。この一連の出来事が示唆するのは、国際問題が今後も深刻な対立を生む可能性があることです。特に尖閣諸島問題は国家の経済的利益や領土の確保といった核心的な問題が絡み合うことから、解決が容易ではありません。地政学的にも重要な位置を占めるこの地域では、異なる国々が相反する主張を持ち、対立が複雑化しています。尖閣諸島問題は国内外で波紋を広げ、その結末は未だ見えていません。一方で国際社会全体が協力し、対話を通じて解決策を見つける努力が欠かせません。特に経済的な利害や歴史的な主張が交錯する中で、冷静で建設的な対話が必須です。未来の展望としては、国際社会全体が安定と平和を重視し、共通の理解と協力の枠組みを築くことが求められるでしょう。この出来事に対して寄せられた海外の反応の一部をご紹介します。フェリペ6世とスペイン王室に対して敬意と感謝しかないよ。日本の問題に対して他国が証明してくれるのは本当に感謝しかない。スペイン国王の発言には過去の地図という証拠があるので間違いないです。中国は石油が埋蔵されていると公表された途端にこんなことを言い始める。何を考えてるか誰でもわかるレベルだし、
国際社会で通用しないことを無理やり通そうとしても、どっちが正しいかなんて明白である。勇気を持って発言してくれたフェリペ国王は、自由主義の人たちにとって最も尊敬に値します。中国と対話する必要がないとは、とても適した表現だと思います。尖閣諸島が日本の領土であることに賛同する声や、中国に対する批判的な意見が広がっています。スペイン国王が示したカルテディアジアによって真実がはっきりしました。中国もこれを機に事実を無視せず、誤りを認めることで、お互いに理解し合い和解の道を歩むことができることを期待します。今回はここまでです。この動画が良かったら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの意見や感想もコメント欄でお待ちしております。そして皆さんの応援が励みになります。また次の動画でお会いしましょう。